お腹痛い人、アイス食べたらすぐ。はい、125モトブログ、お腹激笑いだでーす。今回はですね、なんと初コラボってことで、はい、プリティケンチャンネルさんとコラボさせていただきました。ありがとうございます。なんと今日は、あのこのプリティケンさんの、フルカスタムのエノマックス紹介していただきます。よろしくお願いします。今日まずはプリティケンチャンネルさんに登場していただきます。どうもプリティケンチャンネルケンと申します。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。本日は登場させていただきまして、誠にありがとうございます。ありがとうございます。はい、私のチャンネルでは、バイク車関連の、動画を上げさせていただいております。はい、かっこよくカスタムされたバイクや車、そんな感じで、投稿しておりますので、皆さんどうぞよろしくお願いいたします。チャンネル登録よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、はい、それでは、このカスタムされた NMAX ケンさんに紹介していっていただきたいと思います。お願いします。はい、ですね、はい、こちら私、2016年モデルの、はい、NMAX125 に乗っております。はい、はい、まあ、カスタム車両でご紹介していただいたんですけども、まず、カスタム箇所から説明させていただきましょうか。はい、お願いします。まずはこの車外品のスクリーンですね。はい、純正スクリーンから、車外品に変えております。これはあれですか、はい、純正より短くなったり。そうですね、長さはあんまり、もともと NMAX もそんなに長くないんですけども、デザインがちょっと湾曲したりして、ね、ああ、なるほど、デザインが変わってるってことですね。はい、そうですね、はい、そんな感じですね。次は、ヘッドライトユニットを、はい、丸々、はい、イカリング付きプロジェクターヘッドランプに交換しております。はい、後で点灯したイメージをまた、紹介しますので。あ、これがイカリングになってるんですね。そうですね、純正では一体型のその LED のプレートなんですけども、はい、こちらは、プロジェクターが2つ入っておりまして、周りにイカリング、真ん中が LED のヘッドランプになっております。はい、次はですね、はい、タイヤがね、はい、純正よりワンサイズ上げてまして、ワンサイズ太くなってますね。そうなんです、はい、横幅がね、純正110ですけども、はい、今120のフロント、はい、ダトラックスを入れております。やっぱり太くなったら迫力が違いますね。こうパッと見でもだいぶ変わりますね。見た目だけなんですけどね、まあ、実用的にはそんなに変わらないと思います。はい、次はですね、このフロントのディスクローターですね、車外品に変えております。はい、サイズは純正サイズなんですけど、あとブレーキが、ブレンボのブレーキ入ってます。はい、2ポットの進化にですね、はい、入れております。あと ABS もついてますよね。そうですね、NMAX は純正で、はい、前後 ABS が、お、前後 ABS、 はい、標準でついております。はい、まあ飾りなんですけど、フロントフォークのこのガードですね。これもね、まあ、あ、ほんまガードがここにも。そうですね、こけた時にね、ちょっとでも軽減されればと思いましたけども、まあブルーなんでデザイン的にもかっこいいですね。まあ、賛否両論ありますけどね、はい、好みの問題ですね。はい、あとはこのウインカーユニットですね、これも社外品に変えております。はい、これも後でじゃあつけてもらえるんですね。そうですね、はい、点灯したイメージをね、はい、また見ていただきます。はい、次は、ハンドル周りなんですけども、もともとこの NMAX は、カバーかけた感じのハンドルなんですけども、あ、ここがですね、そうです、そうです。 PCX はもともとバーハンドルなんですけども、はい、そのカバーが嫌でこのバーハンドルですね、はい、バーに変えました。はい、ちょっと絞ってあるんですかね。そうですね、純正の、ハンドルはもうまっすぐなイメージがありまして、ちょっとだけ絞ってるんですかね。はい、メーカーはウィルズウィンのハンドルになります。はい、でハンドルポストも、ウィルズウィン、ハンドルポスト、はい、あ、これ、そう、これですね、これまた高いんですよ、根元のやつですね。そうです、そうです、純正のやつだけでもいいんですけど、はい、剥き出しはちょっと外観上あるので、まあハンドルポストもウィルズウィンに
はい、変えております。で、あとこれデートナーのタコメーターですね。タコメーターまでついてるんですね。はい、純正でないのでね、はい、これも後でまた点灯させますね、はい、この電圧計ですね。はい、はい、で、あとアクセサリーソケット、これは純正品になってます。ハンドル周りはとハザードはもともとこの16年モデルにはちょっとついてなかったんで、社外品なんですけども、ハザード機能を追加したこのユニットごと、すごい自然な感じになってますね。もともとないんですけど、はいはい、ユニットごと変えました。ほんで、あとグリップバーエンドですね、はい、まあ、一応ブルーに変えております。その次にリア周り、いや、リア周りに行くよりこのシートですね、社外品。シートもカスタムされてます、ね。はい、そうですね。ちょっと2センチほど下げたローダウンシートになります。ローダウンシートです。はい、いいですね。足つきも良くなって、見た目もかっこよくなって、そうですね、すごくいいですね、これ。一応ステッチ入ってますんでね。はい。ほんで、タンデムバーですね。タンデムバー。はい。二人乗りした時に。ここ、結構太いですね。太いですね。これが確か38パイのウィルズウィンの、やつをつけております。あるのとないのではね、やっぱり全然違いますよね、後ろの人も。そうですね、後ろに乗られた方用に、まあ、ね、ここを掴めたりしますので、はい、非常に楽かと思います。はい、はい、次横に回りまして、これはまあ、ダミーなんですけど、はい、キャッチタンクですね。実際はこのホースをここに繋ぐんですけども、はい、まあ、そんな必要ないので僕は飾りにつけております。これすごくかっこいいですね。なんかマフラーみたいになってかっこいいですね。そうですよね、はい、マフラーっぽくて、はい、気に入っております。で、マフラーがこのビームス、はい、ビームスのマフラー、はい、そうですね、はい、あと横から見えるのがこのリアショック、わ、すごいですね。サブタンク付きの、YSS の、ショックに変えております。リアショックはこれ、ま、なんか減衰かなんかついてる。そうですね、変えれるみたいですけども、いじっておりません。減衰付きのリアショックです。そうですね、はい、ついでにこの後ろですね、はい、後ろは、ブレンボの、2ポットの旧化にですね、これが後ろも変わってますね、はい、ブレンボすごいですね。スクーターにそのブレンボとか、そうね、あんまり必要ないとは思うんですけども、まあ、見た目だけですね、言ったら、はい、まあ、一応金色でキャリパーがちょっと光ってたらいいなと思いまして、一応変えております。金とこの虹色っていうか、すごいですねめちゃめちゃ綺麗です。はい、で、こちらがラジエーターカバーも一応社外品に変えてあります。あ、カバーも変わってた。あ、 NMAX って書いてますね、はい、このカバーに、はい、一応ブルーなんでね。 あ、はい、あとこのタンデムステップもブルーのやつ、タンデムステップも変わってます。はい、すごいブルーで、はい、あー、車体と統一されてます。はい、そんな感じですね。わ、すごいですね。で、あと後ろに回っていただきますと、テールランプ、社外品です。社外品のテールランプ、はい、そうだね、はい、後でまた点灯させてみますね。はい、お願いします。で、リアタイヤも、140の、純正から、ワンサイズ横浜の太いのに入れております。純正よりやっぱりワンサイズ変わっただけだいぶ迫力が違いますね。そうですね、めちゃくちゃ太く見えます。はい、フェンダーレスにしてますんで、余計ね、ちょっと目立つかと思いまして太いのを入れました。あ、フェンダーもフェンダーレスされてます、ね、フェンダーレスキットを入れております。はい、で、こちら側を回っていただきますと、エアクリーナーカバーですね。なんですけど、はい、ファンネルタイプの、こう吸気のね、一応社外品でこう交換するやつなんですけど、一応まあファッション的につけております。むき出しのエアクリーナー以外でこういうタイプのエアクリーナーを初めて見ましたねこれすごいです。そうですね、こういうのをたまたま見ましたので、はい、してました。で、ここはこう、プリケースカバーですね。これも全く意味はないんですけども、見た目だいぶ変わりますね、これ。そうですね、これ持って5年なんで、もうほぼいじるとこはいじってきた感じなんですけども。あ、ステップも変わってるんですね。あ、ステップはね、これもともとブルーの綺麗なやつだったんですけど、はい、もう5年経ってますんでちょっと色あせてますね。これも純正じゃないですね。社外品ですね、はい、両方社外品ですね。そうですね、はい、もともとゴムなんですけど、はい、それをベリベリと剥がしまして、はい、で、この、ボルトで、ね、止めてる感じなんですね。
すごいですね。ステッカーチューン。ステッカーはもう無数に貼っておりますね。ちょっとさせてもらいます。はい、すごいですね、これ。初めはこんなに貼る予定なかったんですよ。はい、1枚貼るとまた1枚と。癖になっちゃいますね。そうですね。ちょっとあの空いてるスペースがなんか寂しく感じまして。貼りすぎですね。このフロントフォークにも山があるんですよね。ヤマハのしかもラメ入りです、ね、そうですね、キラキラのね、もうフルカスタムですね、はい、であとこちらですね、で私があの所属している、はい、NMAX オーナーズクラブのステッカーも貼っております。 NMAX オーナーズクラブさんのステッカーです。はい、はい、ではあのヘッドライトをちょっと点灯してみましょうか、はい、ヘッドライトをお願いします、はい、今キーひねっただけで、はい、こう光ってるんですけども、お、はい、でエンジンちょっとかけますね。はい、はい、お願いします。こんな感じ、今エンジンかかってます、はい、イカリング、イカリング、プロジェクター、はい、ヘッドライトついております。純正はプロジェクターじゃなかったんですね。そうですね、平面のプレートです。お、はい、でこれユニットごと変えてますんでね、これごとも丸ごと変えられてるみたいですね、はいはい、ほんでこの、青色に光ってるやつが、はい、実はウインカーを出しますとシーケンシャルで、うわすごい、流れるウインカーになってますね。そうなんですよ、横も光ってます。そうですね、うわこれはすごいですね。また飛行機が、また飛行機来ました。伊丹なんでね、ここはね、伊丹名物飛行機です。はい、後ろもこれ、後ろも、はい、なんか後ろが車外輪のテールランプの光り方がこんなんですね。これは車外のテールランプです。そうですね、これは後ろはシーケンシャルにはなってないんですけど、はい、でブレーキを、かけた状態がこんな感じ。あ、ブレーキしたら上も光るんですね。あのね、車外品のちょっとあの宿命でして、視認性がね、はい、あ、ブレーキかけた時の強弱があんまりわからんであろうということで明るくされてるんですね、安全のために。お構わされたら嫌だ。そうですね、一応これでちょっとブレーキかけたよって分かるかなと思います、はい、安全性もそうです、ね、これで保たれてます。はい、はい、はい、痛みですからね。以上で、私、の NMAX2016 年モデルの、愛車紹介をさせていただきました。本日は、初コラボさせていただいて、はい、そうです、誠にありがとうございました。こちらこそありがとうございました、紹介も、はい、125元ブログお腹激おわライダーさんの、視聴者さんの皆様、本日は、誠にありがとうございました。もしよければ、プリティー系チャンネル、チャンネル登録と、グッドボタンよろしくお願いいたします。はい、皆様プリティー系チャンネルさん今すぐ飛んでチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。お願いします。僕よりも全然あの動画のクオリティ高いんで、はい、お願いします。それでは今日はありがとうございました。ありがとうございました。また、はい、失礼します。さよなら。